犬のパレットは出やすい系統がドローン。カサヤからドローンに頑張ってもらうぞみたいな、そんな感じなのかな。ちょっと待ってください。やっぱり気が変わりました。姫ドローンの強化が10ポイントでできるじゃないですか。10ポイントやったらもう使っちゃっていいんじゃないのみたいな。傘の判定、傘、強いもしかして。なんかこの一発がめちゃくちゃ当たる。なんか4発ぐらい当たるね。4発ぐらい当たるので、600ぐらい当たりますよと。で、ちょっと待って。これさ、傘で5。あ、引いた。500。傘強いんじゃない？なんか、本家の傘よりこれもしかして強い。これ何？これ何？うお、跳ねた。飛んで。一瞬なんか固まったね。なんですが、こういうギミックとかも、お、飛んでった。ちょっとさ、ここ結構遊べちゃうね。早速これ、選べるね。ちょっと早速、許可なしなんですけど、そんな敵いっぱいのやつ、結構遠いぞ、これ。待って。あ、でもここのステージはあれか、逃げるやつがいるので、ちょっと頑張ってねと。あ、ちょっと待って。ちょっとさ、彼らはさ、ちょっと手強いです。彼らは手強いですので、ちょっとパチパチをちょっと塗り広げておこう。で、パチパチを塗り広げつつ、あの魚みたいなやつは、そう、どこ行きましたか？あっちにいるね。インクパチパチにかかってるかい。かかったようだな。おー、こっち爆発さった。そう。待って、このルールなんだっけ？待って。あ、これあるか。今、ポータルのマークが見えてるので、ポータル頑張って壊してねと。で、この敵ちょっと手強いです。ちょっと待ってください。傘向けておく。傘ぶつかる。傘どこか行った。まず、あ、痛いです。あ、待ってください。まずさあ、ちょっと引き続き探索を進めていきたい。探索を調査なのかな？進めていきたいところではあるんですけど、ちょっと、最大追加アーマース。1個追加しましたよと。もともと1枚だったのがこれで2枚になったぞと。で、これって引き継がれるんですかね。なんか、やられると、あ、やられたから、なくなったぞ、みたいな。さすがにそこまで厳しくはない。どうなんだろう。なんかね、そう、何？なんか紹介ムービー的なのを見ると、なんか貯めとくこともできるぞ、みたいな。貯めるとあれなのかな？なんか、今みたいに100ってなってる分とかは、ちょっと何回かチャレンジして貯めないとゲットできないぞ、みたいな。そんな感じで貯めるメリットがあるのか、失敗者はなくなるのか、ちょっとね、まだ一回も潜ってないので、ちょっとその辺も楽しみにしつつ、あとは、今27あって、多分なんかあげれると思うのかな。あげれるんだっけ。これとかあげれるんですけど、ちょっとせっかくだから、貯めてみたいな、みたいな、そんなところもあるので、ちょっとこのまま向かいましょうか。まだ来たぜ。どうですか？これ、どう、あ、ちょっと待って。エントランスの雰囲気も変わってるぞ。なんかいろいろ増えてるっぽいし、塔を登る前に準備運動していくのもあれかもな。これって、あ、今帰れるもしかして。そういや、パレットは塔を登ってる間は帰られないってさっき飯田が言ってたっけ。エレベーター登る前に、パレット選んどかねえとな。パレット帰るならプラスだぞ。これはあれか、今そう入ってから、さ、始める前にそう傘使ってみよっかなって言って、思ってたのに、めっちゃ忘れて突撃しちゃって、帰れないっけみたいな。そんな風になったんですけど、あ、これ、出やすい系統がどうのこうのとかもあんの？姫のパレットは、まあ、マニューバーが使えて、一番出やすい系統がラッキー。ラッキー系統のカラーチップはアイテムを出やすくします。あー、これあれか、なんかその、相手倒した時の、なんかその、何？ボムが初めて、そう、ラッキーなんちゃらは出たと思うんですけど、なんか回復がどうのこうのとか、多分そういうのも出せるようになるんだろうな、みたいな。多分そういう系統が出やすいぞと。あとはサポート。武器の性能を高めます。単純にあるか、もう武器が強くなるのと、
あとはね、ちょっと、運が味方してくれるかもみたいなのが姫のパレットで、で、飯田のパレットは出やすい系統がドローン。ドローン系統のカラーチップは姫ドローンの能力を高めます。姫ドローンに様々な行動が追加され、あー、これあれか、傘やからドローンに頑張ってもらうぞみたいな、そんな感じなのかな。 あとは、でもパワーが出んのか。 まああるかな。傘ぶつかった時の威力とか上がるんかな。やったら、ちょっと待ってください。やっぱり気が変わりました。姫ドローンの強化が10ポイントでできるじゃないですか。10ポイントやったらもう使っちゃっていいんじゃないのみたいな。ね、今、これ今何？今 3？ これ今姫の下の丸いやつが1個増えるんかな？わかんないな。これは1、2。ハッキングする。ハッキングしました。あ、これあるか。これ今、姫ドローンの下、なんか3つ丸ついてるけど、あれは関係なく、単純にね、この1ってなってたやつが2になったら多分2倍になりましたみたいな、そんな感じだと思うので、多分これ世界違うよ。これは。傘の判定、傘、強い？もしかして。なんかこの一発がめちゃくちゃ当たる。なんか4発ぐらい当たるね。4発ぐらい当たるので、600ぐらい当たりますよと。で、ちょっと待って。これさ、傘で5。あ、引いた。500。傘強いんじゃない？ なんか、本家の傘よりこれもしかして強い説がね、若干僕の中であるんですが、こういうなんか足場伸ばすやつと、あとはレールもありますよと。あとは、これ何？これ何？うわ、跳ねた。一瞬なんか固まったね。なんですが、こういうギミックとかも、お、飛んでった。ちょっとさ、ここ結構遊べちゃうね。 なんですが、まあ、こんな感じで準備運動して、この箱は、思い出すって何ですか？最初の塔を思い出す。ああ、そういうこと？これあれか。なんかその、書くと、多分、だんだん難しくなってくるから、今最初で2番目じゃないですか。2番目の塔を遊びたいときは2番目の塔を思い出すみたいな。なんかそんな感じで、ちょっと最初のやつから順に、今どれぐらい強くなったっけな、みたいなのをもしかして試せるぞ、みたいな。そんな感じなのかな。ちょっとその辺はわかんないんですけど、ちょっとさ、あめよ。ドボン。あ、ドボンしなかった。ちょっとドボンさせるの下手くそです。これで行ってみるか。これどうやって行ったらいいですか？あ、今エレベーターに乗る、出てこなかった。 ちょっと距離近づきすぎたんかな。ちょっとそんな近づくと扉開くの危ないよみたいな、そんな感じがあるのかなみたいなところあるんですけど、今回飯田も一緒だね。皆さん、この先厳しい戦いになるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。なんか感動の再会なんじゃないの。一応やってやるか。ま、こうなったら最後まで付き合うよ。あ、パレットが空っぽになってんな。やっぱあるか、初めからというかね、登るたびに今空っぽになるので、強いやつが引けて、かつそのまま勝ち残れるとどんどん進めるぞみたいな、そんな感じっぽいが、どうなんでしょう。前の塔で持ってたカラーチップは真珠に変わったからね。カラーチップによる強化も全て失われているよ。これはあれ？どうなん？初めて見つけた時は、真珠もらえてたような気もするけど、それ以外の場合でももらえるのかな？ちょっとなんか真珠もらえる条件がまだ全然分かってないんですけど、まあ全部変わっちゃったやと。なので、まあ、1からまたね、強化してきてね、みたいな、そんな感じっぽいが、ハチさん、ライフの数も前より少なくなってます。ちょっと体力下がってんの？ライフを全て失うと、あ、あれか、残機が3やったところが、まあ、1になりましたよっていう話ですよね、確か。ライフを全て失うと、塔の外に追い出されて、1回からやり直しになってしまいますので、気をつけていきましょうね。気を引き締めて、進もう。あ、
早速これ選べるね。どうなんでしょうかね。なんか難易度難しいやつから挑んだ方がいいのかな、それともなんかこういうメインのなんかシンプルなやつを強化した方がいいのか。まあ簡単からやった方がまあ楽に進めるけどみたいな、そんな感じな予感もするけど、ローラーや筆の塗り進みなど武器本体による塗り面積が広くなります。これは関係ない？これ傘も関係あんのかな。傘関係なさそう。どうなんやろ、塗り進み、わかんない。メイン突撃、傘パージしたやつ突撃してるけど、でもローラーのマークついてるからこれは多分外れない予感がするので、ちょっと違うやついってみる。でメインショットダメージ円、これ115って書いてるけど、これあるかな。なんかそのマニューバー持ってるときは 130% で、傘持ってるときは115だぞみたいな、そういうのとかがあるんでしょうか。それともなんか難しいで出たやつはなんか150とか、普通は130みたいな、で簡単は115だぞみたいな、そういう違いもあんのかな。なんかちょっとその辺わかんないんですけど、ちなみにこれって左が8のマーク書いてるやつは基本的にあれなのかな、なんかボール転がす系のゲームなのかなという予感がするんですけど、はてな、全部はてなだね。で、これがドローンメガホンレーザー。なんもないけど、これ持ってると500ポイントでレーザー使ってくれるぞと。で、2枚目からは必要なゲージが少なくなります。まあ、単純にこれなんもないところから、レーザーで助けてくれるぞはめちゃめちゃ強そうなので、ちょっとこれが一番難易度難しそうだけど。これちなみにポーズ。あ、ポーズ。ポーズです。これ行ってみる。どんなフロアなのか。なんか左、多分敵のマーク出てるから、多分敵いっぱい出てくるんだろうなという予感がするんですけど、ちょっと早速、許可なしなんですけど、そんな敵いっぱいのやつ、結構遠いぞ、これ。って。で、道中になんか真珠のマークとか、鍵のマークがあるから、あれなんかな、なんかその、鍵のマークと真珠のマークで、なんかその各フロアクリアすると、ここは、真珠もらえるぞ、みたいなのとかあるんかな？なんかちょっとその辺わかんないんですけど、あ、でもここのステージはあれか、逃げるやつがいるので、頑張ってねと。あ、ちょっと待って、彼らはさ、ちょっと手強い。彼ら手強いですので、パチパチをちょっと塗り広げておこう。で、パチパチを塗り広げつつ、あの魚みたいなやつは、どこ行きましたか？あっちにいるね。あっちにいるね。ちょっと待って、あれって触らない方がいい。わからないな。ちょっと待って、これさ、こいつ飛ばすと、あっち行きました。あっち行っちゃいました。あっち転がっていきました。この辺に雨投げとく。雨溜まってたらすぐもう全部使っていくか。なんか、基本的にあんまりなんか攻撃してくる敵を、ボム撒いてる。あ、でもさ、インクパチパチにかかってるぜ。かかったようだな。こっち爆発させた。こっち爆発させた。という感じで、まあ追いかけてやっつけてねと、すり鉢のフロアとかそういう名前は、今チャレンジした時見れた、クリアした時見れた。ちょっとその辺わかんないんですけど、これコインが真珠にどれぐらい換算されるのかとかもちょっとまだよくわかってないんですが、早速カラーチップ、ドローンメガホンレーザー。あ、そういえば発動しなかったような気がするけど、今もらったね。で、次のエリアに進むと、ドローンメガホンレーザーか、あ、インクパチパチ強化ね。ちょっと僕好きなんで、インクパチパチ欲しいな。あとは、ね、このインクボトル確率。あー、1% なのが 4%、4倍です。インクパチパチ3倍です。でもさ、インクパチパチ3倍はちょっとね、ロマンあるから。ちょっと待って、これって、あ、初期の状態ってほんまに何もついてない状態で始まったのか。で、今ドローンメガホンレーザーが、あー、今姫の横に1個なんかついてるっぽいね。ので、ね、これって強化ってつけたら、もうそれしか作れへんの。それともメガホンレーザーは共通だぞなのか、ちょっとその辺わかんないんですけど、ちょっと申し訳ないんですが、ちょっとインクパチパチやっちゃおう。ちょっと待って、これクリア報酬が、
ああ、同じ簡単でもなんかコインの枚数違うね。インクボトル確率。まあ、倒した敵からインクボトル出るけど、ちょっとインクパチパチ。メインのね、ちょっと攻撃力、どうなんやろ？ちょっと、なんやかんや、何？なんか、パラシルターよりちょっと多分強い気がするけど、まあでもね、そう、いっぱい連射できる武器じゃないから、ちょっとね、パチパチがあるのはね、ちょっと結構強い気がするので、このルールなんだっけ？ あ、これあるか。今、ポータルのマークが見えてるので、ポータル頑張って壊してねと。で、この敵ちょっと手強いです。ちょっと待ってください。ちょ、傘向けて、傘ぶつかる、傘どこか行った。まず、あ、痛いです。あ、待ってください。まずい。インクパチパチがさ、インクパチパチが、でもインクパチパチ強化入ってるから、これで倒してくれるのでかいね。で、今倒しちゃって、で、ちょっと、この辺にさ、とりあえず傘どっか飛ばそう。傘どっか飛ばそうして、で、あっちパチパチパンチしときます。なぜならインクパチパチの火力が高いから。ので、ちょっとパチパチパンチして、傘ばらまいとこう。で、これあるか。なんだっけ、忘れた。さあ、レールじゃないわ。レールか。ライドレール。ライドレールは多分通られないので、もう初動ちょっとライドレール作って、その盤面を強化しよう。で、傘飛ばして、インク回復をします。最強です。で、そう。あれ、敵って出てこない。わからない。残り1個になりました。これなんか1個壊すと、湧いてきたね。でも、盤面を作っているので、あなたたちにはパチパチパンチを食らってもらいます。パチ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 。なんならもうあれですよ。このパチパチパンチが効いてるので、傘はもう逃げながら本体を壊しに行くというね。っていうかさ、これ何？なんか2個目のポータルから敵出てくるの、1個目のポータル壊さないと出てけえへんから、もうなんか盤面作っちゃったら勝ち確なんじゃないの、もしかして。まだね、簡単の難易度やからそうだぞみたいな、もう難しいはもう早めに壊した方がいいぞみたいな、そういう選択がありそうな予感はあったんですけども、やったぜ。ちょっとパチパチパンチ回収、インクパチパチパンチ回収しましたね。